育成5位で指名されて始まった僕の福岡ソフトバンクホークスのプロ野球人生同期の海と千賀と一緒に支配下選手目指して二軍戦でヒットを量産しまくる支配下契約ウエスタンリーグの首位打者最多安打で優秀選手賞一軍での飛躍期待されたが足首怪我してチャンスを逃した。